「ドキドキしたり」 少々のマンゴーラジオやばい BGM を準備してない <laughs> 皆さんどうもツイキャスに映ってないポスターどうもこんばんは少々、えー、です先週はですねちょっと残業のため <laughs> 残業のため お休み放送となってしまいまして本当大変申し訳ございませんでしたはいあ BGM はい来ましたよはいということでですねえー、1週間ぶりのえー、少々です今日はですね沖縄もちょっと寒いね <laughs> ここ23日ぐらいちょっとね気温がね下がってますよね 微妙にね、はい。ということは多分内地では雪とか多分降ってるはずね。うん降ってないかな。ちょっと3日前ぐらいあったかかったんだけどね。はいそうですね皆さん風邪などひいてないでしょうか。はい。今日はですねえー、っと私はですねえー 今日,は違う違う今日は、えっと、マンゴーラジオはゲストがいるんですよ。そう。あのー、皆さんおなじみのあの方が来てくれていますので、皆さん後でお呼びしましょうね。はい。<laughs> ね、なんか、関東地方はね、みぞれが降ってるって、太郎介さんが言ってますけど、寒い。 寒いでしょうね沖縄だって今日十三度とかぐらいだからね結構寒いんですよねうん、意外と冷える時はね、冷えるよねもういつ、春はいつ来るのかね本当早く、春来ないかね <laughs> でも沖縄なんか春の期間すごい短くてすぐ夏来るからね <laughs> 春が一番いい時期だよねはい <laughs> そうですね、秋と春が一番 いい季節なんですすけどねねね沖縄ね過ごしやすくて、ね、暑くなく寒くないぐらいが気持ちいいんですけどねなかなかその気持ちいい時期っていうのは長く続かないもんでねはいそれですね今日はですね、えー、今日も特にテーマないので、えー、好き勝手送ってきてください、えー、メールが761「f m c o ッ a jp そしてツイキャス USTREAM でもメッセージを 募集しておりますよはいさっきねなんかあの噂の青森の女王とちょっとおしゃべりしましたけどね <laughs> 青森の女王あれですねやっぱ青森好きみたいですね <laughs> いいですよなんか女王ってね女王という名を欲しいままにしたいですよね本当に <laughs> 女王って呼ばれたいですよねやっぱ人間生きててね女王って呼ばれることなかなかないじゃないですか <laughs> ねえ 私も女王って呼ばれたい <laughs> 女王様と呼ばれたいと <laughs> いうことでですね、えー、今日はあの皆さんもれなくあのメールとかにね「あの女王様」とつけていただけると非常に嬉しいかなと思いますね。はい、<laughs> まあ嘘ですけどね。<laughs> じゃあですね今日も1曲目もいきましょうかね。あなんか他に言うことあったっけあれ ?1 週間空いちゃったからな。そうそう。 ツイキャスユーストリームメール、あ、そうそうそう。募集してますって言ったけど、あれですね。私なんかさっき言おうと思ったけど忘れちゃった。後で言おうかな。<laughs> 多分思い出すはず。はい。<laughs> ね、今日はあのゲストの方もね、来てるくれてるので、後でちょっとセッションとかもしてみようかなということで、贅沢な1時間になると思いますので、皆さんぜひ。 聴、はい、いていただければと思いますのではいじゃあ1曲目いこうかじゃあね今日の1曲目何しようかなまだ決めてなかった <laughs> はいじゃあ今日の1曲目よっえっとね もう全然、ジャジーじゃないやつに <laughs>。全然ジャジーじゃないけどうーん。全然ジャジーじゃなくて、しかも、冬だけど、冬だけどこれ行こうかな。えっと、ちょっと初恋の嵐っていうバンドがいるんですけどね。今もやってると思うんですけどね。えっと、 ちょっと真夏の夜のことっていう曲をかけたいと思います。全然盛り上がらない感じですけど、はい <laughs>。 自分のマイクに載せた。ということでですね、えー、CM 明けまして、えっと、ゲストの方が来てます、えーっと、沖縄ジャズギルドオーケストラから、小浜田正さんとドラムの滑川さ,さんです。 なんでスネークなんですかねそれもいろいろちょっと話す長くなっちょっと話しいちょっと聞きたいちょっと聞きたいです実はよくわからないですけど気づいたらゲーム決めるっていう時があってゲーム決めようっていう時があこれ筋引っ掛けのねそうそう筋引っ掛けっいうバンドやってるんですけどそれでゲーム決めようぜっていうのがまあ誰もがあるじゃないですかありますよねそういうそれで来た時にまあ なぜかどういうわけかスネークになりましたねあっねえそうなんですかヘビ年とかですかじゃないですね全然犬年なんですけどでもんか演奏中にこうんか下をこうペロって出すから「スネークなんですか?」とかいろいろいろ諸説ある何か叩くときなんか手がくねくねしてるから「スネークなんですか?」とか割と諸説あるんですけど本人もよくわからないどうも。 はい、スネーク。はい、スネークでございます。スネークさんです。はい、よろしくお願いします。ということですね。はい。はい。今日はですね。えっとね、なぜ来た、ええ、沖縄ジャズギルドオーケストラ春の祭典。はい。これは三回目だっけ。あ、四回目だこちらいですね。四回目ぐらい。四回目ぐらい。えっとね、トータル的には、もうね、じゃ、沖縄ジャズギルド二十回。かな。二十回やってるんですよ。これ。 春のいライブ、ね、体あ、はい、20回やってるんですけどもっと細かく言うともうちょっとやっててフライヤーを作り始めて20回だから、はい、そ,うその前から合わせるともうちょっとやってるんだけど「っえと春の祭典、えー、第4回」はい、でやります。だってあれだよあの俺なんかど,どこからの援助もなく。はい 勝手に春の祭典ってやってるから。素晴らしい。そう、で、あの、みんな自分なんかで仕込んで。すごいですね。で、え、今回、すごいミュージシャンが。はい。もう、県内各地から。はきのいいミュージシャンがたくさん集まってますね。もう。触ってます。これは、ある意味フェスですよね。フェス。そうですね。祭典だしね。うん、ジャズフェスです。ジャズフェス。ジャズフェスです。これ、あの、おき、大野山公園の。沖野宮っていうところでやるんですけどもね。はい。 生きのいいバンドと生きのいい出店おいしいご飯と美いしいお酒るらしいすね美いしいお酒と美味しいジュースとかコーヒーもあるんじゃないかなきっとコーヒーは絶対あるあっそう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 う そうだ麦ちゃん麦ちゃん麦ちゃん書いてあるここにそうそう麦ちゃんって梅ちゃんのこと違う麦ちゃんって猫の猫の麦ちゃん猫の麦ちゃんっていう人がいるんですよあいるんだあサイン持ってますよとじゃなくて猫猫の麦ちゃんって猫がいてあいるんだいるんですよで猫の麦ちゃんって結構巷ではね結構割と知る人ぞ知るカルト的な人気を誇るそうなんですよ猫の麦ちゃんっていうのがいるんですよ私サイン持ってますずっと俺説明受けてるのに俺どうせ梅ちゃんでしょと思って猫の麦ちゃんです猫の麦ちゃんっていう人がいる 猫だね猫の麦ちゃんがいるんんだ猫の麦ちゃが結構人気なんですよね。なんかね、ノベルティあで金太郎飴みたいなのを作ってましたよ、麦ちゃん金太郎飴みたいなやつ私、買いました、100円で。 だからこの麦ちゃんはちっちゃいお子様連れの方のためにちょっとね別のところで麦ちゃんが相手してくれるコーナーがあるんですよっていうねもうお子様連れも大丈夫みたいなあなんかめっちゃ蹴っ飛ばされてましたけどね以前別の場所でだからえっとこれ長丁場でしょ11時半スタートで全部終わるのは6時かな だから長丁場なのでお子様とか暇するのでお子様連れのお客さんを想定してるのでそれで麦ちゃんショーが入ってます。でまあこれ長丁場なんでえと何ていうんですか途中で出たり入ったりするのも OK ということになってます。ししししてもくででいいいいすリラックス楽んださ的な感じよね素晴ら 来る人のこと考えたですそうなんちなみにこれ日付が2016年3月21日さっき言ってなかったそうですね3月21日来週の3連休三連休の最終日ですねでだから子供を想定してるので小学生以下は無料ですはいそうですねだから子供がいていけないっていう言い訳はさせませんはい子供は無料ですから小学生以下ね はい、連れてきてあのピクニック気分でやってもらうと、はい、春なのでそうですねこれ雨が降るとどうなるんですか,っか今回は沖岐の群はテントがあるんですよ。テントっていうか本殿の前に、えー、テントが張られてるので、はい、あの雨が降っても大丈夫のようになってます。ああ なるほど。多少ね、あのテントが古いので、多少水は漏れてくるかもしれないですけど。端っこら辺は。はい。でも、あの端っこら辺は出店なので、全然大丈夫です。出店が濡れる分にはね。全然、全店の人が大変。あの人なんかが大変の上で、お客さんも大丈夫。大丈夫から。で、えっと、しかも、あの沖のグーと、あの、に、あの、こう。え、なん、なんていうの、沖のグーを借りて、こうやるので、あの、あの、なに、え エマとか、<え>あのお守りとか、はいうん。その辺の販売も沖ノ宮がやってます。はい。どんどん買ってください。沖ノ宮。いいとこなんですよ。<laughs> すごいいいとこですよ。すごいいいとこ、あのね。うん

プールの飛び込み台の後ろです。プールの飛び込み台は誰が知っているのかという話です。なるほど。まあ、隅の方ですね。割とね。なるほど。とてもいい場所。ね、行ったことないけど。あ、あっちね、多分ね、昔は島で。大野山。そうなんですか。そうなんですか。この辺海だったんですか。うん、あ、川。あ、そうなん。えっと、中洲。 ああそうなんだ。あそうなんだ。だったと思う。今埋め立てて。そうそうそう。あれですよね。割とでもあれでしょ。そんなにあのなんていうかこう裏付けの取れた証言ではない感じが。うんとね、戦前にね埋められたはず。ああそうなんだ。結構埋められてからは百年経っていない感じ。百年経っていない。百年経っていない。そうなんですね。そうなんだ。 その後にじゃあ沖ノぐできたんですか。沖ノぐはその前から、阿だった。阿久間だった。だってあっちはあのえっと神様が降りてきたところがあるから、えっと琉球王朝時代かもうもう五六百年前から沖ノぐは。へえ。なるほど。素晴らしいんですよ。でこれそうそうあの十一時会場なんですけど、十一時二十分にしっかりあの放能演奏っていうのがやっます。あ これはマジでガチでガチでこうともと1曲こう神様にちょっとお借りしますよ的な感じなんでしょうけどえすごい多分1曲一曲なんだけどそれ見たい人はもう早くから来て見ていいしでも俺なんかお客さんに向かないかな神様のお客さんは俺なんかの後ろ姿しか見れないけどある意味それもね貴重なそうですね そっか。でそれから開会式やね。そうですそうです。そうですね。で、あの鳩が飛んだりします。また。ね、<laughs> ちゃんと鳩が。そうそう鳩ね。あと前、はい、前の春の祭典の時が鳩が。

ええ今回だからなんかもう二十話ぐらいはカリル三段がついてるそうなんでもう今回はですよあれもとレースバ鳩なんだよそうでなんかねあのそのレースのおじちゃんがもうレース出すのも飽きたっつって疲れたとかそうだからあの鳥がいっぱい鳩がいっぱい飼ってるんですよねそうそう飼ってるじゃレース用に そっかラーメン金沢の。ラーメン金沢です。ラーメン金沢美味しいのでぜひぜひ行ってください。普天間普天間です。普天間えっと野崎ですね。あ、野崎。ラーメン金沢気になってるんですけど何ラーメンなんですか。金沢だから。うんうんあのなんかね極太麺なれ。極太麺醤油っぽい。いやいろいろある味噌も醤油も。ああなるほど。そうなんだラーメン金沢。へそうなんですね。そうそうラーメン金沢。 はいのハト,ハトたちがね,ねそう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 開会式はねはいそうなんですよそう私も楽しみにしてるんですけどねはい今回はバンド全部県産品で揃えてますねそうですね、はい、あそうなんですねそうなんですよほーばバンド名い言ってあげたらはいぜひじゃあちょっと紹介さちょっと軽く紹介させていただきますね、はい、お願いしますえっとですねまず最初に、えー、登場するのが夕日に赤いカバ これはですねリーダー、小羽本忠司一押しの龍大のジャズ犬の子たちが主なメンバーかな卒業した人とかも今、混じってるのかな多分混じってますねすごいいい感じのイケイケバンドジャズスタンダードをやってるけど今風にアレンジしててすごいアレンジもよくて。 可愛い子もいっぱいって。そこ一番ポイントですよね。ごはもとさん的にはね、やっぱり。ごはんもと正しい、一押しポイント。可愛い子がいい。これも可愛い子見に来るぐらいの気持ちでもいいかもしれない。最重要です。まあ、大事。そういうの大事です。 じゃあ次のバンドはですね、えー、13時から南部マンゴーパーティーはいもう有名なこれもね、はい、もうこれはもう沖縄県南部をもう席巻してますねそ<う>今やねの前一緒に出てくれたの、はい、あのうちの、えー、とバリトンサックスのイタル君、はいたるくんいたるミアランドですねそうそうはい <laughs> あでいたらいたるとか、えー、とリーダーは別の子なんだけどあ、はい、あのそう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 う すごいいいバンドで、このバンドもすごいいい聴き方バンドで、もうのなんか CD 出したんだよね。そうなんですか。CD 出して、あの今回あの CD の販売もあるのでぜひぜひ。あの YouTube とかでも見てあの何個マンゴーパーティーズで出てるので、そうそうそう。すごいすごい。もっとスカシッペの人ですよね。そうそうそう。ボくんですね。はい。そうそうそう。あそうなんだ。ううちなみにキャッチコピーは昼は農業、夜は工業。

ファーナカシマファロファナカシマはですねブラジリアン音楽ですねこれはね本物です<ー>本物ですよねもの、うん、本です数少ないもの、ね、そうそうあのみんなブラジリアン音楽ってなボサノバやったりなんかインチキくさいのやってるけどおしゃれですねそうまあまあおお,おしゃれなもあれもあれも本物かもしれないけど <laughs> この人たちはもう本当にあの現,現場っていうかあの本当にブラジルでやってるような音楽を、はいえー、やりましょうでやってるので、はい、もうブラジルの感じがもういけます大事です。はいうん はい、そして次がですね、平城敦子アンド佐藤優子。琉球スタンダード。はい、もうこれはもう絶対。これ,これもうもう間違いない。<laughs> 間違いない。CD 聞いた。<laughs> でこれこれちょっとやばいやばいしかもですねなんとですよこれなんとなんですけどあの一般お披露目初ですからねこれがねまだねまだねあの CD 発売ライブもやってないあの二人あの二人もう本当にあのなんなんだろう企画力がないみたいなマイペースマイペースすぎてあもまだライブやってないそうせっかくい ECD 作ってみんなに評判になってるのにまだライブもしてないしどうこの CD を売ろうかも考えてないし。 マイペースすぎる。アホか。でまあ、すごい。そう。で、だから発をお披露目。すごいよ。素晴らしい。楽しみ。いや、聞いた、あれ、もう、バあ、チリだよ、もう、もう、ばにゃ。もう、めちゃ欲しいな。シーディーが誇る。沖縄の誇る二人です。本当素晴らしい。ちょっとツイキャスを更新しましょうね。時間が切れそうなんで。えっと、その場合、僕は何をしてたらいいんですか。喋ってていい。あ、すぐ終わるんで。はい。 はい,はい、どうぞ。はい、ええー、そしてですね、十七 <laughs> 時からなんですが、はい、我らが沖縄ジャズギルドオーケストラの。はい、となっております。<laughs> はい、ではい、沖縄ジャズギルドオーケストラ、なんと今回が。 え最後になるかもしれない前もあの、えー、解散したのであれは、ね、もう解散は決まってたの年とりあえず10年やろうやっていう話になっててはい、はい、で10年目になったのでうん、うん、えとりあえず解散で,、うん、でその時考えてたのはメンバーを大まかに変えて大幅にじゃん大幅に変えて例えばツアーとかもできるようなビッグバンドにしましょうっていう話だったんだけど。うん でも現実はそう甘くなくも多いからねで、えとそそうう、だから作った時って今度の日曜日練習だよって言ったらはーいもうすぐ練習できたわけ今、今度の日曜日練習だよって言っても誰も来ないからねもう1か月前から練習日を決めて調整して調整して時間も調整して曜日も調整してやっと練習だわけ1か月前だよ。 で「明日練習でよ」って「はい」ってやってたバンドがもう今はもう1ヶ月前から、ねうん、組まないとできないっていうのもあるし。うん えとまあまあ、イ、あ、ス、のー、とかでもせっかくいいバンドだから持っていきたかったんだけど、うん、まあそれもかなわず、うん、そうでどうせかなわないんだけどもうやりたいからもう一回再結成して、うん、元ジャズギルドオーケストラっていう名前でやってたんだけどうん、うん、で結局、元ってつけるのが面倒くさくなって <laughs> ジ,ャジャズギルドオーケストラに戻っ,て戻ったんだけどね。<laughs> ねねくさいですよ って言われるので、えー、と休止です。<laughs> 休,止休止なんだけど、えっ、ー、とまあ多分ね、三四年はえっ、ー、と演奏はないんかな。できなさそうな感じですね。うん、これは本当に。えっ、ー、とね本本気でえっ、ー、と作曲とアレンジを勉強する人がいるし、うん、であの俺も勉強したいのもあるし、うん、そうもうあのいろいろ。 えーとね、主要なメンバーがちょっと忙しくなるのでまたやろうって言ったら本当に、えー、となんか同窓会みたいな、うん、感じで <laughs>、えー、集,め集まれたら、うん、まあ早ければ。 早ければこう一年に一回ぐらいは始まるかもしれないけど、うん、だから今はねもう本当にいつになるかがもう全然見えてないので、うん、まあ休止します。えっとしばらくだからないので、はい、で春の祭典最後ですね。はい、絶対見に来るしかない。これはもう絶対見の見た方がいいですね。本当,すね本当にね、うん楽しいライブなので、もうエンターテイメントですよね。楽しいのは間違いないです。はい。そう。はい。絶対楽しいんで。 そうなんですなので皆さん是非 <laughs> にということでえっとまあちょっとこの後またあの出展の、あのー、いろいろ告知もしていただくんですがちょっとここで1曲何かやろうかなあやりましょう,うやりましょうっやりたいと思いますちょっとメールも頂い,いてるので後で読みましょうね、うん、よいしょシュ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 よしシュ <noise> 直してからね、<laughs> ちょっっといろいろろ小物楽器があたかしいですはいということでですねちょっとじゃあ一曲。 沼の底という曲をやりたいと思います <laughs> <laughs> いきます おしゃれな沼の底ちょっと CM いきたいと思います。うん はいということでですね、えっ、ー、と沼の底でした。ありがとうございます。えっと今ちょっとね、あの C.M. 中にあのスネークさんはえっとね今日これから、えー、ライブがあってはいえっと急に決まったからとりあえずラジオ出るのが先だったので<あ>ラジオに出てもらって急いでライブハウスに向かいます。あ、はい、とねピノスプレイスっていうあの、えー、中村ルミコさんボーカルはいえっとむ昔はあのピアノのピノさん 沖縄の大御所がいてもう亡くなってしまったんですけどピノさんのお店が今もライブハウスやっててもうジャズミュージシャンの憩いの場ですねみんなセッションに行ったり仕事で行ったりら今日は10時からいつも10時からやってるそうで皆さんお近くの方はぜひ東町です。どこだろう港の 昔の那覇港のちょっと後ろ昔の郷土劇場の後ろああはい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 あの辺のテナントがいっぱい並んでしょ日朝旭橋の近くっていうのかなですよねそっかそっか私なんか昔前働いてた会社の本社があの辺にあって。 なんか行ったことありますあの辺うん、うん、でもあんまり詳しくないけど <laughs> はい <laughs> ということでですねちょっとツイキャス来てるんで読みましょうね、はい、えっとちょっと待ってもえー、っとタロスケさんいつもありがとうございますえー、っとのほーんって言ってます少々さんこんばんはって言ってますねえー、関東はみぞれが降りましたって言ってますねいすはい寒いよね、うん、今日ね今日沖縄も寒いんだよねうん沖縄も寒いもんね 多分東京とか関東地方はもっと寒いはずですね。うん、はい、えー。中野町の和樹さん、えー、港座オーケストラじゃない方のオーケストラって聞いてますね。<laughs> そう,そう、えー、港座じゃありません。沖縄ジャズギルドオーケストラです。はい。<laughs> はい。琉球チムドはオーケストラじゃなくて楽団ですね。あれは楽団。琉球チムドは楽団です。は楽団ですね。ねはい。ありがとうございます。 えー、沖縄モンチッチさんあ少々さんこんばんち初めて聞くよって言ってますねあモンチッチさんこの間忘年会でお会いしましたねどうもどうもこんばんはこんばんはこっちかなあっちかな <laughs> えーっとあ外は冷凍庫並みに寒かったけど服装を間違えてガタガタしながら帰ったそんな一日沖縄にも冷凍庫あったみたいですちょっとね今日ちょっと寒いもんねほ、ね、んとね風邪ひかないようにしてくださいねはい なんかモンチッチさんは今日は一人で晩酌してるみたいですね。はい。いいね。<laughs> いいですね。はい。晩酌したいな。晩酌したいですね。はい。 えっと、あららがまさいがわさん、えっ、ー、と、女王、こんばんはって言いきますね。はい、女王です。女王 <laughs> <ー>ですよ。女王と呼ばれたよ。女王と呼ばれたい。<laughs> やったー、ありがとう。あららがまサイガーさん、少々さん、可愛い,いって言ってる。ありがとうございます。<laughs> いいね。モテモテだね。<laughs> いやいやいや、そんなことないですよ。もう、本当に。はい、エーケファンさん、えー、少々女王、こんばんはって言いきます <laughs>。やったー、みんな女王って呼んでくれてる。<laughs> うん 呼ばれて嬉しい女王 <laughs>、はい、AKB さん久しぶりに見たって言ってますね、はい、眠りの世界さいざなう女王様って当たり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 はい、みんな見えてますかって言ってますね、はい、寝落ちしてミキさんの大声で叩き起こされるパターンって言ってる中野町の和樹さんこの後あとミキさんのラジオやるんですけどね あの元気な元気だからねんん、はい。そうですね、そのパターンありそうですね。<laughs> はい、<laughs> ありがとうございます。ということですね、ちょっと次は出店のね、いろいろお話を聞きたいな、うんあね、あの出店のことね、ねあんまりよく知ってないんだけ、ね、ど <laughs>、しかもね、出店のこと言いたいけど、見えてないっていうね。うん、あやばい。えっとね、胃袋。胃袋胃袋はあの南部でやってる。有名ですよねうああの、あののなななんんかし自然食じゃないなんていて えっと、健康によさ、良さげな食材を美味しく出してるお店。うん、あ、じゃ、で、実際美味しいですね。はい。で、胃袋でしょ。はい。で、えっと、ランプ。ランプは、えっと、モン。モンゴルじゃなくて、えっと、え、どこだっけ。どこだっけ。えっと。わかりますよ。アラビアじゃなくて。ベトナム。ベトナムじゃなくて。えっと。えっと。 あれですよね。あの布売ってる。そうそう、布とか、あのこど小道具とか、いろいろ売ってて。で、ええ、喫茶店もやってて、こっちも美味しいですね。はい。何分も。何分行ったことないですね。で、えっと。チェロ?。チェロ、チェロはもうね。チェロはもう。チェロ。もう、い、ろんなイベントもやるし。めっちゃうまいですよね。ね。はい。で、チェ、チェロ。もう。 えっと、バーかチェロは。チェロそうですよ、お酒も出すし。夜もやってるし。まあまあ、バーみたいな、カフェみたいな。カフェみたいな、でも、おしゃれなお店ですね。そう。で、あの、まあまあ、えっと、ちょっと見えないから、何とも言えないんだけど。まあまあ。プラヌラですね。えみんなね、まあまあ、とりあえずね、あの、美味しいっす。美味みんな美味しいところを選んで、あの、お願いしてるから。 美味しいところ、面白いところを選んでお願いしてるので、琉球満腹堂ってなんですかね。琉球満腹堂サボラミ。あ、ごめんなさい。これはね、俺ちょっと情報がないんだ。スモーク、スモークはスモークですね。スモークはスモーク。はい。ふラぬら。スモークのあれ食べたことある？卵焼きそば。焼きそば？おい。あのスモークでしか食べれないんだけど。あ、そうなんですね。で、多分 UFO なんだはずなんだけど。 UFO なのかな新ラーメンなのかなはい。なんだけど、あの、インスタントラーメンの焼きそばなんだけど、うまいよけなぜだからなぜかがわからないけどなんか、なんかやんかなんか工夫があんじゃない工夫がだからもうあの、ね、すまあ那覇の人だったらスモークね、行く機会があれば自分も何回か行ったことありますそう基本なんか落ち着こうお店ですよね、落ち着こう、落ち着こう 広さがいい感じでだからデミソはあと沖ノ宮も出すしマンマンゴーパーティーズがえっと気になるやつありますよそうそうシシーディを出すのかね南部マンゴーハウスって書いてますよマンゴー出すんかなマンゴー出すんですかねあとねマンゴー出すかどうかは俺聞いてなくて一応シーディ出すことは聞いてるわけさあそうなんですね南部マンゴーハウスって書かれてるであの結構ね皆さんあの カフェで出してないのを、えー、その春の祭典用に作ってくるのでちょっと当日になるまで俺わからないんだよななるほど、うん、そうなんですね。うん、でも,でもあの皆さんおいしいのであ、はいうん、それは間違いないです。はいいい間違いない、うん、ということでねそうですねあれですよね駐車場やっぱり限りがあるんです、ね、駐車場はねあの、うん、だから要は大根山運動公園の駐車場を使うことになるのでうん、うん、えーとまあいっぱいしてたらうん、うん、もう。 ご近所のコインパークってまた離れたところになるから<ー>でももあのー、なんだろう、えー、もう那覇の人だったらモノレールの方が絶対便利、うん、あそモノレール、うん、でお酒飲んでかそのまで帰れるしそうです、ね、時間も6時までだからねでもう那覇の人はもう車使わないでモノレールにしてしてください <laughs> 皆さんご協力よろしくお願いいたします。うんででえっと、あのもう えーとそのモノレール通ってないチューブ、あの中部ね、うらそいからイホークの人は、はい、<laughs> もうもう仕方ないので、早めに来て、あのはい、いい場所を取って、大野、はい、山公園の中に止めれたら、ね、ど,どうにかなるので、バスとか、どなバ,バスとかね、バスだったらあの、あっちから歩いて来れるかね。 バスターミナルから歩いて来ねちょっと遠いけどちょっと遠いけど五っぱ沿いに歩いてくれば一番近道かなそうですね歩けない距離ではない歩けない距離ではないで隠岐の群はえっパチの反対側だからク側の方にあるからだから駐車場とか近場に止めようと思ったら止めれない こともないかもしれないけど、うん、皆さんが使う駐車場なので。うん、そうですね。うん、だから、えっ、ー、と、もう空いてたら、すぐ止める方がいいと思いますよ。はい、はい、なるべく皆さん公共交通機関をご利用いただければ、はい、ということで、はい、ご協力をよろしくお願いいたします。うん、飲めるし。飲めるしね、その方がね。うん、そうですね。でね、えー、終わったら、えー、打ち上げあります。あ、打ち上げああ、あ、ごめん、ごめん、あのね、打ち上げじゃなくて、打ち上げじゃなくて、恒例の、なんだっけ、合コン。合コンですよね。<laughs> 合コンってますよっって合コン言ってるけど女の子全然来ないって私も一回参加しましたけど合コンって感じじゃなかったですよね全然打ち上げなんだけど合コンって言ったせいで女の子来ないっていうね誰でも参加できる打ち上げなので回避は必要なんですが誰でも参加できるようになってますんで今回はネズミ。ネネズズミミの エルビスのところで同じ人なんだあれ同じ人なんすかあれそうなんですかあれ違うかえっとね、まあまあネズミっていうネズミ、オキギン本店の後ろの方にねビル、テナントビルの屋上にプレハブみたいのが立っててそれがネズミなんですそうなんですか一回もやったことないですけどちょっと気になってはいたんですよねあ、ぜひぜひで、そこであのバーベキュー バーベキューやるので、<laughs> あの屋上なので、屋上で屋上なのであの煙が出ても大丈夫。那覇の市内の屋上でバーベキューをやるわけですね。あの、ね、お,お店とその、うん、踊り場とか階段とかいろいろ使って、はい、まあまあやるので。<あ>はい。<laughs> <laughs> 楽しそう、うんはあ、いいですね皆さんあの合コンもぜひともで、えー、と俺ちょっと知り合いから鹿肉を、はい、仕入れられるかもしれないので,おすごいで仕入れられたらね鹿肉が出ますあすごい、うん、焼くんですか鹿をえっとねこれ鹿ちょっと焼いたらもったいないから刺身かもしんないし <laughs> ー <laughs> 鹿えっ、ー、とね 見てからね肉見てから <laughs> 肉見てから決めるそうですので、うんはい、しかもあるかもっていうことでねあるかもこれごめんねこれまだ確実じゃないまだ確定じゃないそうですが、うんはい、皆さんぜひ合コンの方もですね <laughs> 参加していただければということではいありがとうございますで一番重要なことを忘れてますよねこのチラシですよあそうそうそう,そうこのチラシ <laughs> これ一番重要ですよねこのチラシが えー、えっとね入場料がね2000円なんですよはいでえっ、ー、とー2000円なんだけどこのチラシを持ってくると500円引き、はい、500円引き1500円,で1500円になりますこのたくさんのバンドがすべて見れるとす,べてすごいよねすごいすごいですよねもう破格の破格だよねはい、あ、らしいですねこれチラシが那覇の喫茶店 喫茶店というかカフェかな。ちょっとおしゃれなカフェに行ったら置いてます。大体ほぼほぼ置大体ある。まあ沖縄市の人たちはあの FM 小座に来てください。そうですね。沖縄市近辺の方は皆さん、もう FM 小座にですね、はいチラシを取りに来てください。はい、あの今日ねたくさんあの置いてきたので、でねえっと。 前はね持ってても持ってなくても千五百円にしたんだけど、今ちゃんとあの模切りの人がいるので、あの自分たちでやらないで模切りの人がやってるので、持ってないと二千円です。はい、持ってないと二千円です。確実に。はい。これあれですか？一人一枚ないとダメとかそんなことないですか？えっとね、一枚あったら、一人一枚あると嬉しいんだけど、一人一枚がいいですね。一人一枚の方がいい。いい。いいんだけど、結果今までの。 状況だとグループで一枚持ってたら全。そう、そうなんですね。<laughs> 一応まあ、ワングループー。 ななのかワングループで1枚あればまあまあよしにしてるんだけどまあまあよしにしてるんだけどえっともぎりの人がやっぱりこっち頼んでる分向こうの人が迷うじゃんこれはどうなのあれはどうなの忙しくて対応できないからもうもぎり任せなのでできれば1人1枚持ってればはい最高。ということで皆さん1人1枚できれば。 ご準備していただければと、はい、FM 小座にも置いてありますので皆さん FM 小座に、あのー、来たついでにでも、うん、ぜひ持ってって見に行きましょう私も行きますこの日はいぜひぜひ来てください来てくださいということですねはいそろそろぼちぼち終わりが近づいてますがああなんかもう一曲やる 1うですねう一曲ね、菅野さん、すか他にもなんかライブの予定とか,あるんですかね,あ、えー、とね琉球ちむどん楽団が、はいえー、5月からツアーするんですよ。はい、あのさっきのスネークなめかわと、はいえー、高尾秀樹ジャズギルドを一緒にやってますけれども、彼らもあの琉球ちむどん楽団に引き入れてあの一緒にやってるので、5月の20、21、22と,、えーとね、大阪、岡山、福岡でツアーします。大阪が すごいね不安なんですよ誰も友達いないので大阪が友達がいない、うん、友達がいないのですごい不安で <laughs>、はいえー、ぜひぜひ大阪の方聞いてたら 皆さん大阪の方、もしくは大阪の親戚など。あのフェイスブック。フェイスブックで、チェックするのは、あの沖縄ジャズギルドオーケストラ春の祭典。春の祭典。でも、ページ作ってるので、それチェックしてくださいね。はい。えそれと、えっと琉球ちむどん楽団。はい。琉球ちむどん楽団。もう、それをチェックしてください。はい。それもぜひチェックしてください。そうそうそう、で、あのギルドの話なんだけど、そのギルドのページに、梅ちゃん、さっき出た梅ちゃんというランナーがいるんです。よなんか書いてます、梅沢。そう、梅ちゃんってランナー。 がえーと世界平和のために走ってるのでその動画がいろいろアップされててあの相当ねあのくだらな,ないことなんだけどえーとね皆さんの応援の言葉があったら梅ちゃんすごい頑張れるのでぜひ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 、あ。のー

でもね、私も考えたら日付言ってなかったそうなんだよ <laughs> 桜坂ね、誘われてるのに<う>俺、曜日が違う曜日だと思っててできなかったんだよね <laughs> <そう> <laughs> ラスト来なかった<ん>。<laughs> でもなんか多分なんか日にちを間違えたりしてるはずと思って。うん そそうそう1人でね寂しく演奏したらの <laughs> あのー、ビッコスのよっちゃんが後ろからひょこってフルートで入ってきてくれた <laughs>、ね、そうひょこってきてくれて <laughs> <laughs> そうそうなんですよよいしょあでもねちょっと今日それをねやろうかな今からね、はい、と思ってちょっとね時間もギリギリになってきたのでちょっと待ってよ大丈夫かなチューニング上がってるかな じゃあですねちょっとおかえりという曲を合ってますかやりたいと思いますおかえり おやすみおやすみ